さあやってまいりました日本への一時帰国に伴う住民登録役所の本音、えー、というお話なぜ こんな話題が上がるのかの背景なんですけどえ転入届が受理されるに伴いましてマイナンバーが不満されるからこういうことなんですよねえすなわち日本国内でのさまざまな手続きが可能になるえ主に海外在住者のね方がまあご注目されるということなんでしょうけれどもまあただですね2015年の10月の5日以降にえそもそも国外に転出をした方というのはすでにマイナンバー不満済みですからあ気になる方はですね それよりも前に国外転出をしているよという方が新たにマイナンバーが付与されるこのタイミングが日本国内に転入した時のに伴ってですねマイナンバー不満される、まあ、こういうことになるんですよね先日ちょうど海外在住者の視点に立つとこのマイナンバー制度はですね発砲下がりなんだというテーマで動画をアップしたばかりなんですが まあ、こちらについては大きな反響がありましたのでね、えー、今日の動画はさらにそれを深掘っていこうじゃないかということで、えー、対象はこういった方々です。すでに海外在住の方はもちろんのこと、将来もしかしたら国外転出の可能性あるなという方も含めてですね、割と広い方が、あー海外在住からですね、日本国内にこの本帰国をすると、永住帰国をするにあたってですね、関連してくるお話になろうかと思います。まず結論から参りましょう。海外在住の方 だが日本国内に転入をと、えー、試みると、ですねこの手続きに伴いまして、これが問われるんですね、1年以上日本に住むのか、えー、もしくは日本を本拠地とする意思があるのか。まあ、これが ま、問われてくるということなんですね。すなわち、あの、いろんな方がね、いらっしゃると思いますけども、本帰国をするだとか、日本へ永住帰国をする、もしくは1年以上長期滞在日本でするよということが分かりきっている方であればですね、もう何ら問題なく手続きができるんでしょうけれども、中には1年を超えるかどうか不明瞭だなという中期滞在者であったりだとか、あ1年未満の短期滞在を予定しているんだけども、住民登録をしたいなという方も含めてですね、まあ、どこまで厳格にこれが チェックされるのかというのが自治体や窓口のスタッフによって異なってくるという現象が日本のね各地で起きているんです、えー、というですね現地の状況も踏まえまして悩ましいケースあります、えー、親御さんの介護の予定がね、えー、読めないですよね介護の目的で日本にあの、ね、それなりの日数帰るよと言った時に一年を超えるかどうかちょっとわからないというケースであったりだとかあと 相続の手続きです。とか、肉親の財産処分です。とかもうね。日数がかかるようなえ、手続きを踏まえてですね。まあ、そのために日本に帰ろうなんていうケースにおいては悩ましいなということかと思います。まあ、この1年以上、日本に住む予定があるのかどうかですよねえ、これについてはまあくまでもえー、まあ、僕の意見ではあるんですけれども、もえ予定は予定であり、約束事ではないということで。えー、まあ。 変更される可能性も含むものでありますから、あとは行間を読んでいただく、こんな技術も必要になるであろうという今回の話題なんですけれどもね、こちらの流れで深掘り解説をしていきます。住所がないと困ることについてやっていきます。これは物の売買をするなんていう時はですね、顕著になんていうの、このできないことがですね、生じてしまういい例なんですよ。具体事例を挙げていきます。その上で、日本居住者と非居住者の差分をもう少しね、深掘りをしていきましょう。特に相続 が発生した事例だとか有価証券の相続手続手きもしくは不動産なんかも絡んでくるとですね、あれこれ日本に転入届をちゃんと出した方が手続き上スムーズなのか、これ気になるポイントですので、深掘っていきます。動画の最後の方ではですね、一時帰国で転入をしても良いのかどうか、ここについて改めて現場で何が起きているのか、これをですね、いくつかのパターンを見た上で、今日の結論をさらに深掘っていくということになりますから、まあ、 まあね、いざ日本に帰ってきて役所に行ったらですね誰も聞きたくはないですよこのコメントあなたのような人は原則受理しませんとねこれ窓口で言われたらもうたまったもんじゃないということになりますのでぜひ基礎知識を一緒につけてまいりましょうそれではまずはじめに住所がないと困ることについて物の売買ですねこれが具体事例として挙げられますみゆき S さんから頂い,いたお便りです父の相続の手続きをしていた時に古い切手のアルバムがいっぱい 今てきました今時は切手を収集している人は珍しい方になるんですかねえ都内で、えー、査定の依頼をお願いしようとしたところ海外居住者の査定依頼は受け付けていませんと言われてしまいました何件回ったんだけども皆さん同じ回答だったんだと頭にきたのでゴミとしてぶん投げてきました。 あね、この切手は捨てちゃったのかなほとんど価値のない切手だから惜しくもありませんでしたけどもえ時価何百万円もする壺だったとしたらねどうしろというのでしょうか日本では売れないから担いで外国に持って帰れというそういう意味になるのでしょうか。 はい、えー、でこれに対してですね。弘明さんより、えー、こんなご返信をいただいています。えー、もしかしてこれも本人確認のせいではありませんか。かえー、古物営業法で本人確認が義務付けられているそうで、住民票とかがないと相手にしてくれない。 のでしょうか。海外在留法人の日本国内での本人確認の壁えどこかで大輔さん特集をしてくれませんでしょうかまあ、今日の動画はそれなんですけどねちょっと時間がかかる大事になりそうな気もしますけれども今日頑張ってねやっていきましょうえー、そして違う観点ですが金の買取をするにしてもいろいろ本人確認書類が規制に当たりまして短期滞在の外国の方から購入をすると買取店が仮払い消費税を、えー、これは控除ができないと、えー、いうことになるんです でしょうかつまりお店は損をするので短期滞在の外国の方からはあ買い取りをしないというね、まあ、これはその金、ゴールドの密輸対策の一環として、まあ、このルールもあるんでしょうね。はい、えー、ということでね、弘明さんよりご指摘をいただいた確かに古物営業法での本人確認がどう 求められるのかこれはまさにですね、法律の文面を見ると一目瞭然ですかね。えー、古物営業法の法律文面をですね、皆さんと一緒にチェックをしていきますが、こちらの第15条の方にですね、答えが書いてありました。えー、古物商は、古物を買い受け、もしくは交換をし、もしくは売却だとか交換の委託を受けようとするときには、 取引相手にはですね、その相手方の真偽を確認するため、えー、罪のいずれかに掲げる措置を取らなければならない、4つ挙げられていますが、いずれのパターンもですね、 共通して言えることが、相手方の住所。これをね、含めて確認をしなさいよと言っているわけです。従いまして、日本国内に住所がないよと。おまあ、住所を提示できる身分証明が出せない方に関しては、売買。まあ、特に買い取りに関しては、シビアになっているということでしょうかね。まあ、この三つに掲げるもののほか、これに準ずる措置として、国家安全、えー、国家公安、 委員会の規則で定めるものとありますので、まあ、いずれにせよですね、住所の提示が必要になっていくというのが法律文面を見てもですね、えー、これはクリアなものなんではないかということです。で、こちらについてさらにご返信をいただいています。三池 S さんからですね。え、とにかく日本に住所のない人の査定依頼は一切受け付けないと言われてしまったんです。日本に住んでる知り合いに頼めば良いのではとアドバイスをいただきましたけれども、まあ。 ボロいってならばともかく高価な物品を他人名義で売買するのはそれはそれで、まあ、問題ですしリスクがありますからねあまり推奨できるものでもないと。 それに対して、広明さん。もしかして、業界として住民票がある人からしか買取をしないみたいなルールが設けられているのか。まあでも、法律文明読むとそうですよね。マネーロンダリングの対策なんでしょうけれども、気になります。フリーマーケットとかも結局、日本の銀行口座とかがないと使えないですしね。まあ特にオンラインのフリーマーあ、ね、メルカリだとか、 あいくつかありますよね。まあそのあたりも割と厳格な本人確認を求める昨今になりますのでなかなか悩ましいですよね。でそんな中でもやっぱり実家の相続だとか、まあ、売却をする中で遺品整理をしていたものの、えー、それを売却するなんていうですねまさに三ースさんのようなケース悩まれる方があ少なくはないのかもしれません。これに関連した話題深掘りをしてまいりましょう。2つ目のお話です日本居住者 えー、非居住者に差分があるのかどうか。ここに着眼をした、あとっても興味深いコメントを、M 佐藤さんよりいただきました。こちら、有価証券の相続が発生する場合に、まあ、特にご注意の内容ですね。相続手続きを日本居住、えー、非居住、すなわち海外在住の両方のパターンで行ってみましたが、 この方、ご経験者なんですね。ざっくり言うと、相続税の支払い義務があるのか、およびですね、相続の際に日本の証券口座が必要なのか、この点に、この違いがですね、生じてくると。その場合、この日本の証券口座が必要な場合ですね、証券会社が海外居住者の口座作成を認めてくれるのかによって、 で海外居住ののままま相続を行うう場合の複雑さが変わってくるよにに思います、まあ、基本的には海外居住者に向けては日本の証券会社はね口座開設認めてないとまあ,あの口座の開設はおろかですね、えー、維持に関しても割とここ厳格なルールが敷かれていますので要注意なんですけどね、えー、相続税の支払い義務がある場合非居住者は納税管理人を立てる必要がありますとはいえ 相続税が生じる場合の多くは、税理士さんに書類作成などを依頼をするでしょうから、その税理士に多少の追加費用を支払ってでも、納税管理人になってもらうという手もあることでしょうし、他の相続人、家族、親類などに納税,管理人納税管理人になってもらってですね、税理士の指示通りに手続きをしてもらえば、さほどの負担にはならないかと思います。 そうは言ってもですね、ここからが少し複雑になってくるんですが、被相続人が証券口座で保有をしていた有価証券類を現金化せずに相続したい場合、相続人も日本国内の証券会社に、えー、この証券口座を 保有ししているる必要があるのかもしれません私の場合は、海外の証券口座に、えー、証券会社にですね、口座を持っていたんだけれども、非相続人が口座を持っていた日本の証券会社からはですね、海外の証券口座に有価証券を移管ができないと言われてしまいました。その証券会社では非居住者でも相続などの理由があれば、口座を開設できるということでしたが、証券会社によっては非,、えー、非居住者にはですね、口座開設が不可能なところも あるからこれは注意が必要だとこれをね司法書士から聞きましたあ証券会社によってもね相続が理由であった時の対応が異なってくるということなんでしょうえ後者の場合はあだからあ解説が 口座開設できないようなね、えー、証券会社の場合は、海外居住のままだと、有価証券などを現金化、売却して相続をするしかないんだということですかねえ。もしくは日本国内に他の相続人がいれば、有価証券などは他の相続人に相続してもらうしかない。この選択肢に限られてくるんだというわけでして、有価証券類をこのね、引き継ぐ相続するというケースにおいては、その前提条件が整っているのか、 準備が十分であるのかをあらかじめ理解しておく必要があるんだなとこういうことですよね。さて、そういった、まあ、あの複雑なですねやり取りがないケースにおいては、まあ、それ以外のケースではですね海外在住者は住民票や,や印鑑証明の代わりに在留証明とサイン証明 まあ、署名、証明と言われるものですかね。こちらを出せばいいので、手続きの複雑さで言えば、日本居住でも海外居住でも大きくは違わないというのが私の感想です。そのため、私は1回目の相続の時は、住民票を日本に戻しましたが、1回経験してみて、非居住でも対して手間は変わらなかったと分かったので、2回目、3回目は、非居住者として相続手続きを行いました。銀行口座については、もちろん日本の銀行口座がある方が、相続の際の金銭のやり取りには便利なのでしょうが、 今は様々な送金手段があります日本の銀行口座の有無や開設の可否は決定打にはならないんじゃないかというこれまたねあのご経験者の方からの非常に有力な体験談をいただきましたひとまずの整理をしてみましょう。日本の証券口座を開く必要が あるのかどうかですよね。この点は特に注意です。まあ通常であればですね、日本居住者でなければ、開設したりだとか、口座の保持をすることはできないというわけですから、非居住者の方がですね、有価証券を相続する場合は、一旦現金化をして相続するか、日本国内の相続人に移管する必要がありそうだというね、こちらの整理をさせてもらいました。さて、この相続手続きに関して、もう一つ、 気になるですね、トピックスいきましょう。不動産の相続が発生する場合はどうなるのということなんですけれども、まさにですね、日本のマンションを長女のにですね、売却をしたいんだけども進まないなという、ケイさんからいただいたお便り、過去ですね、去年ですかね、これいただいたので、改めてここで一部ご紹介をさせてもらいます。私は現在、ハイブリッド型のような生活をしていて、母が35年ほど前に亡くなりまして、父は10年ほど前に 亡くなりました。私一人だけです,、えー、ですと兄の家には泊まれなくはないのですが家族みんな日本が好きで長期の休みが取れる夏に行、えー、ってい お、えー、りました父が亡くなった後、以前子供たちが小さい頃は短期で借りていたマンションが売りに出されているということで、これを見に行きましてね、モデルルーム、家電、家具付きを父が亡くなった直後ぐ,、えー、ぐらいに、これを購入されたんですね。その後、ご主人とはですね、年に春と秋、1ヶ月から1ヶ月半、その年によりますが、えー、夏はですね、家族と一緒に4週間ぐらい日本に行っておりました。 コロナ前は航空代も、航空券の、ね、価格も今のように高くはなかったですし、しょっちゅう行かれていたのかな。買った時は気兼ねなく帰れると思っていたんですが、だんだんと年を取っていくといつまで飛行機乗れるのか、また私の名義にはなっていますが、私が亡くなった時にどうするのかなどを考えて、考えるようになってまいりました。 今年の夏、これ去年の話ですね。里帰りをした時に、友人の知人の司法書士を紹介していただき、一応、長女の名義に変更をし、 あその購入をしたマンションもですね、えーまあ、長女名義に変更をしもし私が生きてる間に売りたければ売るという遺言状を書いたらどうかという話をしているのですが秋にに帰った時にも話が進んんでおりませんだからこちらの K さんの娘さん長女さんがですね、えー、日本国籍もま保有されているということなんですけれども,も国をまたがってのことなので難しい。 ようなのですがこういったことはどうなったかご存知ないでしょうか世界中に視聴者がいる大輔さんに力を貸していただければ幸いですよということでですねこの方はハイブリッド型で日本に移住は あしないんじゃないかというわけで、まあ、今はね外国住まいということなんでしょうけれども、まあ、しょっちゅう行き来はしているという中でこんなご質問をいただいたんです実はねこれ過去の動画でも取り上げをさせてもらったんですけれどもご質問自体はですねもうあとちょっと続いてい,いましてもし気になる方はですねぜひこちらの動画また概要欄にリンクを貼っておきますのでねご参考になってみてください日本のマンションを長々に売却をしたいんだけど進まないというお話でございます でこのようにですね相続をしたりだとか譲渡をしたいと言った時にどうすればいいのか特に国をまたぐ不動産の相続に関してどうすればいいのかというこのご質問にフォーカスをして、えー、僕がですね過去に動画で回答した内容をまたね改めてピックアップをして 参りまりすこのアンサーに関してなんですけれども司法書士さんなど専門家にご相談くださいというのはまず大前提としてあるのですがざっくりとこういった手続きがまあ一般的に必要になるということを過去動画でまとめておりました。まずは サイン証明です、ね、署名証明書といわれるものを在外交換で取得をするということなんですね。これは日本国内における印鑑証明に相当するものでして不動産だとかのですね名義の切り替えに必要になってくるということですよね。その上で贈与契約の作成それをですね法務局へ提出をしまして登記申請をし手続きを完了していくという、まあ、ざっくりこういう流れになっていくんだよということ 過去動画で解説をしていたわけなんですけれどもあとは贈与税に関する手続きもですね税理士さんなどを専門家にぜひご相談くださいということでこの辺りの解説も含めて気になるなるという方は是非、ね、こちらの過去動画をご参考いいただければと思いますここで一つ言えることは不動産の相続に関しては海外居住者だったとしてもですね必要書類をきちんと準備して一歩ずつやれば手続きそのものはですね開けているという ことなんでしょうね一方の有価証券なんかはですね証券会社の口座を持てるのかどうかによって手続きの内容が異なってくるということになりますのでこの点をですね注意しながらもちろんその専門家に相談をしながらですねこれ手続きを進めていく必要があるというのが国をまたいだ相続のお悩み、まあ、課題とといううことなんでしょうねそしてその時に気になるのが一時帰国をした時に転入届け出してもいいの これがですねあの脳裏をよぎるというか、まあ、誰しもが、まあ、海外在住の方がですね、まあ、誰しもがこのシミュレーションを脳内でされるんじゃないかということなんですけれどもここについてもですね複数の実体験談をもとにして現場で何が起きているのか私はどうすべきなのかこちらを深掘りをしていきましょう参考にするのが同じく M 佐藤さんより頂い,いたお便りですこの方、ね、非常に参考になる体験談ね多数お寄せいただいてありがとうございます日本に住民 登録をすする場合なのですが動画内にもあったように自治体により扱いが異なるようです。私の場合は東京都の某区ですが1年以上日本に住む か日本を本を拠地とするる意思があるのかこれれをね確認されましたとは言っても家族の介護や次の勤務地次第など日本での居住期間がわからない場合もありますので今はその予定ですよと言えば通るようです数年前に親の介護のために一時帰国のために日本に戻った際正直に事情を話して親が回復するか えーまあ、亡くなられるとしたならば、ですねまた海外転出をすると言っても、転入を認めてくれましたし、その後、約半年で転入を、ねまあ、実際、したんだけれどもてあ、えー、と転出ですよね国外へ転出をしたんだけれども、その手続き自体は問題がありませんでした。 ただし、日本に居住する意思がないのに、相続などの法的手続きやマイナンバーカード取得そのものを目的とするために住民登録をするよというやり取りをしてしまうとですね、認められないケースがあるので、ここがまあ、あのグレーゾーンとはいえどですね、その何のために転入をするのか、これが非常に大きなこの判断ポイントになってくるということなんでしょうね。なお、別の県の自治体ではこんなとこもあるみたいですね。数週間から数 数ヶ月の日本滞在の予定でも転入そして転出をさせてくれるところもあるよと複数の友人から聞きましたまた日本の銀行口座についてですが私は日本の口座を持っておりまして日本在住の時にマイナンバーを付与されたのでそのマイナンバーを使いまして日本での銀行口座を登録 できたんですまあ、新規に開設をできたということですねその後海外転出をしましたが口座はそのまま使えています送金なども普通にできておりますと私が利用しているのはもともと非居住者でも口座の維持や利用が可能と言ってる銀行さんだということでどうでしょうねま海外生活まともな銀行この2択ということで 直近で特集動画化してますの。これもね、気になる方概要欄辿ってもらえればと思いますけども、SNBC 信託銀行もしくはソニー銀行ということで、非居住者口座もそれなりに使いやすいというですね、口コミが多かった。この銀行さんの特集をしてみております。なので、日本に転入って 手続きをした後にマイナンバーを不されてです、ね、マイナンバーカードを取得をして銀行口座を開いていくということもできますからこれ1つの、ね、参考例としていただければと思います。でこちらについて、弘明さんよりです、ね、さらにコメントをいただいております住所登録は法律上の義務です。 転入、転出、正しく適法にやっていきましょう。海外在留法人が一時帰国をした際に住民登録できるのかどうかは、現実には役所の現場の対応に差があるようですが、あ沖縄県うるま市のサイトには説明があったんですね。なかなかね、この海外在住だったんだけれども、その一時帰国でね、この転入届どうなのというですね、この公式文書ってあまり見当たらないんですけども、確かにね、沖縄県うるま市に関して はドンピシャの Q&A があったんですよ海外から一時帰国をしていますが転入届はできますかに対する回答がこれです婚姻やえ印鑑登録肉親の財産処分などのために一時帰国をしている場合でその期間が1年未満の場合は住所は国外にあるものとして取り扱いますそのため 転入届は原則受理できませんということですからやっぱりそのうーんどういう目的なのかどんな予定なのかによってですねこの受理されるかどうかというのが異なってくるのが自治体側の対応になるんでしょうね。やっぱり1年未満かかどうかが え、この、ボーダーライン、まあ、バーのようなので、これは国からの指示があるようなんですが、残念ながら、あ、そう、国のサイトでも見つけられず、1年以上滞在予定といえば、住民登録を受け付けてくれる、こういう見方もあるのかもしれませんね。え、まあ、あくまでもね、予定ですから、あの、ね、絶対これ約束してるというのとは、ニュアンスがちょっと違うんですよね。まあ、予定が変更されるという場合もあります。予定よりも早く海外に戻ったとしても、 何も言われないとは思います。なお、外国籍の方は在留資格が中長期の場合しか住民登録はあ受理されませんで、短期滞在の期間が3ヶ月ですから、これを超える在留資格ならば、外国籍の方はですね、住民登録の対象になってくるんだと。えまた、住民登録と税法上の課税対象者になるのかどうか、これはまた別のお話ですから、ややこしいんですけれどもね、えー、この行政側での自治体での住民登録の手続きと、 税務署側からあ、ね、課税の対象であるかどうかを判断する根拠は別物ですから。 これがですね、うん、住民登録と税法上の課税対象なのか、えー、は注意をして見分けていく必要があるんだということですね。えー、まあ、あくまでも生活の実態がどこにあるのか、客観的事実に基づいて判断するというのが、税法上の課税対象なのかどうか、えー、となりますので、昔、あの、竹藤裁判なんてね、ありましたけれども、まこのあたりの会社がちょっとややこしいなというところです。ワーーキングホリデーや1年未満の海海外外赴任などでもも転出をしても住民 民税が対象になります所得税や相続税もまあ、そうなりますからね、えー、要注意なお話でございましたこのあたりは専門的になりますから必要に応じて各自が役所や税理士社労士などに専門家に確認をしてまいりましょうということですねそして実際のところは自治体によってやっぱ温度差あるなというお話を安博さんよりいただきました私の実家がある地方自治体では昔一時帰国が例とえ短期滞在だったとしても住民 今日も国外から一時的に日本国内に移すことができました。えただですね。月をまたいだ滞在の場合は年金の納付が必要でした。 え、多分ですが、まだ親が健在の時は、国民健康保険や住民税を私がアメリカに戻った後に、親が私の代わりに納付をしていたんだと思います。え、ところが、平成の大合併により、隣の大きな市と合併をしまして、その後は1年未満の滞在だったとすると、旅行者扱いとなり、一切住民票を戻すことができなくなりました。おかげで、え、財産、 相続、遺産相続の時はですね、領事館でサイン証明書と在留証明書を何通か用意をして、なんとか自分で相続手続きを終えたなんてことがあった。 なるほど。やっぱり自治体によって異なるというお話もありましたし、えー、このあたりはですね、あ、そう、過去にも特集動画をいくつか組みましたので、気になるなという方は、このあたりもまた概要欄に、ね、貼っておきますので、ぜひご参考になってみてください、えー。日本に帰国をして転入と転出を繰り返すと一体どうなるのかということもですね、皆さんはこれ、もちろんやる必要はないんですけれども、実際やったらどうなったのか、ちょっと気になるお話をですね、過去特集をしております。また概要欄を 取ってみてみください、えー、そしてこの一時帰国をして住民登録をしてそれバレてますよああの大使館の職員からですねあなた最近日本で住民登録しましたのと言われてドキッとした件なんかもちょっとこれ珍しいケースになりますかねこの辺りもピックアップをした過去の動画がありました。 えさてえ、次のお話、また、あの、住,、えー、住民登録に関してですね、えー、関連をしてくるところなんですけれども、さっきもありましたよね、この、弘明さんからのご回答で、えー、住民登録と税法上の課税対象者が扱いがこと異なるんだというお話ありましたけども、まさにドンピシャの内容です。税務署からの指摘で仕方なく日本居住にしているというウィ s さんからのお便りをご紹介していきましょう。えー、し私は仕方なく日本、えー 日米に居住をしております日本で非居住者になりたいのですが だから国外転出をしたいんだけれども、税務署から日本で起業をしているので、非居住者にはなれないと言われてしまいました。所得税に関しては、日本もアメリカも全世界所得課税の申告になりますので、両国に住民票がある場合、アメリカで所得があれば、日本での確定申告、米国の収入も含めた確定申告が必要だと。アメリカでは、えー、日本での所得も含めてタックスリターンをすることになります。 日本で非居住者の場合には、日本の国内源泉所得のみが課税されると思います。結論から言うと、日本でトップクラスの大手税理士法人で確定申告をするというところにたどり着きました。理由は、米国税理士は日本の税務に精通している人が大変少なく、その逆もしかりだからです。国際税務というものは複雑です。しかし、自分もある程度理解をしておかなければならないのだということを感じ ます。え日本とアメリカは租税条約え租税の協定が締結されているのでえ所得税については二重課税にならない部分もありますしかし住民税と社会保障については両国に支払うことになります米国に日本で得た所得の税金を申告していなかった場合 IRS に指摘された時の罰金は小さくはありませんこれ怖いですね罰金については過失と故意をですね この二つをの考え方が分かれております。過失を証明できた場合には、民事、民事刑が適用される。IRS が故意だと判断した場合は、刑事刑が課せられるということなんです。最悪 IRS の指摘が通ってしまった場合には、10万ドルか、もしくは口座金額の50%、それが何年かに遡って、えー、合計されていく。 徴税されていくということですかね？うん、まあ、あの罰則として適用される。ちょっと恐ろしい話なんですけれども、もう悪夢としか言いようがありません。f バーの。 申告義務は個人ならば米国以外の金融資産が1万ドルを超えた場合に必要となります簡単に言うと日本に150万円ほどの貯金ですとか株受取金のある生命保険などがあればタックスリターンで F バーの申告が義務化されますからこの点はご注意ですよねこの税務が間違いなくできる税理士を長い間探したんですが本当に少ないというのが私の個人的な感想です両国で何人もの税理士にお願いをし しししままたががが解釈ななななかかかねそそれぞれれぞ違いいいてそれをプロででではない自分が指摘できるのかといえば無理なお話です知らなかったでは済まされない頭の痛い国際税金問題私一個人の見解ですということで間違いがもしあればですね温かいご指摘のコメントいただければこんな締めくくりでいただいたお便りねウィズさんからの体験談非常に興味深かったですねご紹介をさせてもらいましたいやーなかなかね居住地がどこなの 住民登録をね私はすべきなのかどうなのかここについてはいろんな解釈があったりだとか現場での起こるね、えー、出来事、まあ、ケースバイケースとも言われるお話今日のお話で、ね、まとめをしてまいりましょう、まあ、住所がないと困る時がね多々ありましたよねものの売買だとかあとはあの相続のケースですよね有価証券を、まあ、株を引き継ぐだとかね、えーまあ、不動産に関しても手続きの内容異なってきますから、まあ、一応海外居住者だったとしてもきちんと準備を してていいくくここととででで対応ができるサイン証明を取っていくことで手続きそのものはまああのできていくということなんですけれどもそんな中でやっぱり日本に一時帰国をしたときにまあ一時帰国とは言わずですねえ1年を超えて転入を手続きをして処理を進めた方がいいんじゃないかとまあこれ転入しても良いですかというお話についてですねえ今日最後まとめをしていきましょう海外在住者が日本国内に転入をと試みるとですねその手続きに伴いまして 1>, 1年以上日本に住む医師があるのかもしくは日本を本拠地とする意思があるのかこれを問われる場合があるというか、まあ、一応これがルールになっているんですかね、まあ、とはいえ、まあ、あくまでも予定の話ですから、まあ、グレーゾーンが含まれるところかと思いますけれどもどこまで厳格にチェックされるのかどうかは自治体や窓口のスタッフによって異なるというのが、まあ、本日の改めての結論になります ですね、この手続き処理と照らし合わせをしてどういった準備をしていくのがいいのかこの参考に、ねえー、なれば嬉しいなと思いますということで本日は一時帰国における住民登録役所の本音はどうなのかというお話について、えー、深掘り解説をしてみました今日の情報が役立だった興味深かったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした